ヤングケアラーへの支援や連携について学ぶ。すべての子供が夢を描ける街を目指して。第1部では、ヤングケアラーの理解について学びました。第2部では、支援の必要性について学びましょう。それではまず、有識者がヤングケアラーと接する中で感じた、ヤングケアラーの傾向から学んでいきましょう。 ヤングケアラーの傾向現在の状況を当たり前だと感じている家庭のことを知られたくない大切な家族のためにケアをしたい信頼できる大人はいない家族に時間や精神的なゆとりがない話を聞いてもらう機会がない孤独を感じている孤独を感じていたり 日々のケアを当たり前だと思っているのですね。そうなのです。日々のケアを当たり前だと思い、ヤングケアラーという自覚がない状況では、自分からサポートを求めることは難しいですよね。うんうん。このようなヤングケアラーの傾向に配慮しつつ、支援の手を積極的に差し伸べる必要があるのです。なぜ支援が必要なのか。ここで、 なぜ子供を支援する必要があるのか、その根底にある子供基本法について確認しましょう。子供基本法。日本国憲法及び児童の権利に関する条約、子供の権利条約の精神にのっとり、すべての子供が将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、子ども政策を総合的に推進することを目的としています。 子供の権利条約とはどのようなものですか ?1989 年に国連で採択された子供の権利条約は、子供の基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。子供の権利条約4つの原則。差別のないこと。すべての子供は、子供自身や親の人権、国籍、 性、意見、障害、経済状況など、いかなる理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障される。子供にとって最も良いこと。子供に関することが決められ行われるときは、その子供にとって最も良いことは何かを第一に考える。命を守られ成長できること。 すべての子供の命が守られ、持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障される。意見を表明し参加できること。子供は自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を子供の発達に応じて十分に考慮する。 この国連子どもの権利条約の4つの原則は2023年4月施行の子ども基本法に取り入れられ、子どもの声を聞くことが積極的に進められています。ヤングケアラーがいる家庭の課題は、この守られるべき子どもの権利が守られていない場合もあることです。支援の必要性を問われた場合は、 子供の権利について分かりやすくヤングケアラー本人やその家族に伝えてあげてください。子供の権利を知ることがヤングケアラー支援の第一歩なのです。次に、子供が必要としている支援は何かを見てみましょう。ヤングケアラーの置かれている状況は様々です。そのことを前提に、その子供や家族の状況、 医師を丁寧にアセスメントし、子供にとって最も良いことは何かを検討した上で、それに合った支援を組み立てることが必要になります。支援をする際のアセスメント。具体的にアセスメントすべきポイントを見ていきましょう。子供の年齢はいくつか。ケアの対象者は誰か。必要なケアの内容は何か。 ケアが必要な理由は何かケアが子供の日常生活や学校生活に及ぼしている影響は何かケアをしていることを本人や家族がどのように捉えているかなどです様々な視点からのアセスメントが必要なのですねアセスメントに際しても 大切なのは、ヤングケアラーや家族の意思が尊重されることです。それでは、アセスメントを踏まえた上で、ヤングケアラーが必要としている支援について、ケース別に見ていきましょう。ヤングケアラーに息抜きが必要な場合、ヤングケアラー本人に居場所を提供することを検討します。家庭以外にも居場所ができることで、気持ちに余裕が生まれそうですね。 ヤングケアラーや家族が経験を共有できる相手を求めている場合、ヤングケアラー同士のピアサポートや家族会等の情報、または機会の提供、オンラインサロンの開催などが考えられます。経験を共有することで安心が生まれそうですね。ヤングケアラーへの心身のケアが必要な場合は、カウンセリングや 用具教諭や学校医による相談対応、医療サービスなどが考えられます。多子世帯でヤングケアラーが幼い兄弟の世話をしている場合は、ファミリーサポートセンターの利用、放課後児童クラブの提案、ヘルパーの検討などが考えられます。ヤングケアラーの中には、 環境により子供らしい生活が送れず、夢を描くことが難しい子供もいます。また、物心ついた時から当たり前のように家族のケアをしている子供もいます。けれども、そのことを負担ではなく、やりがいと感じている場合もあります。中には、 子供のケアなしでは家庭が機能しないと考える大人がいる場合もあります。ケアを受ける家族自身が何らかの困難さを抱えていることも少なくありません。ヤングケアラーが置かれている状況は様々なのですね。子供に接するとき、日頃から ヤングケアラーが身近にいるかもしれないと意識してください。うんうん。ヤングケアラーの傾向と状況を理解し、子供が尊重される子供の権利の視点を知ることが、ヤングケアラーへの支援に大切なことが分かりました。その子供や家族の状況、意思を尊重して、丁寧にアセスメントしながら、それぞれに合った支援を考えてください。私たち、 福岡市ヤングケアラー相談窓口で最も大切にしていることは子供たちと同じ目線に立ってヤングケアラーの気持ちを理解しようとすることです子供たちへあなたを理解したい大人がいるよと伝えたいのですそれでは最後に支援の必要性について振り返ってみましょう第一問 ケアをする子供たちにはどのような傾向が見られますか現在の状況を当たり前だと感じている。家庭のことを知られたくない。大切な家族のためにケアをしたい。信頼できる大人はいない。家族に時間や精神的なゆとりがない。 話を聞いてもらう機会がない、孤独を感じている、などです。第2問、子供基本法の目的は すべての子供が将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、子供政策を総合的に推進することです。第3問。子供の権利条約の4つの原則は 差別のないこと。子供にとって最も良いこと。命を守られ成長できること。意見を表明し参加できること。です。第4問。ヤングケアラー本人とケア対象の方には、それぞれどのような支援が考えられますか 本人へは、居場所の提供や話ができる面談やカウンセリングなど、ケア対象の方へは、医療サービス、福祉サービス、介護サービス、子育て支援サービスなどが考えられます。以上、第2部、支援の必要性でした。